なんでだよ。モノマネ娘、モノマネ娘くれ、俺モノマネ娘一回入らなかったっけ家に。スイカ持ってないんだけど、ちょっとさ、持ってくれよ。持って、パスくれよ、パス。持って、おい。持って、はい、はい、どうも、皆さん、こんにちは、持ってです。じゃあ、リニアパス。ほら、え、口場で落とした？口場で落とした？口場のどこに落としたんだよ。口場シティに行った時落としたかもしれない。口場のどこ落としたんだよ。大好きクラブ？なんで大好きクラブなんか行ったんだよ。でわざわざ行ったんだよマジで。大好きクラブ、はい。デブがハーハー言ってる。デブがハーハー言って、あ、大好きクラブのデブがハーハー言ってる。はい、キュン。あ、お前か。あ、ダイゴさん。いや、僕ダイゴ、ダイゴさん、どうしてここに。本園リーグのチャンピオンだ。君とはどっかで、いや、僕の気のせいだろう。僕が戦ったトレーナーたちはみんな同じ目をしているからね。そう、この僕を苦しめたトレーナーたちはみんなね。あ、ラティ。ところで君、ラティオスというポケモンの噂を耳にしたことはないかい。本園地方に生息するラティオスがなぜ土地を離れて関東地方へやってきたのか、それを調べているんだよ。え？ラティオスは心の雫という宝石のような玉と、深いつながりがあるポケモン、そのラティオスが関東に現れたということには、え？え？広い範囲移動するポケモンだ。追跡する、機会がないとな、え？徘徊？徘徊？徘徊？レベル5レード。徘徊マジ？え、マジ？先に徘徊させとくんだった。マジか。徘徊するのか。へえ。レード開始。人集まるかな。人集まらなくてできないかな。なんか、めっちゃバンギラス強化しても、無理なものは無理だな、みたいな。ほら、持ってきたぞ、持って。ほら。あ、リニアパス、オッケー。あ、ピピ人形がそこに現れた。よかった、よかった。うん。はいはいはい。はい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 。今から行く、レード。この時間帯、レードやってないんだよな。まあでも、とりあえずは、まあ、こっちね。しまった、ソラビラディオスだ。あるある。ほら、入らせてくれ。ちょ、乗らして。リニア、はいはいはい。お返しします。はい。発射します。あ、やばい、自分で乗れる。あ、来た、駅のホームっぽいとこ来た。まもなく、一番線ホームに、小金、山吹発、小金行き、リニアモーターカーが、到着します。まもなく、発車いたします。ご注意ください。ブー、ドレミファソラシ、ドレミファソラシ、ドレミファソラ、はいや終わり。はいや。はいや。小金、小金、アクセントは、ねでーす。何しに来たんだっけ？あ、違う、鳳凰だ、鳳凰。忘れてた。鳳凰。小金シティってことでしょう。じゃあ、そだねーはだに、あれがあるから、小金でしょ。で、焼けたトゥーでいいの？焼けたトゥーじゃなくて、違うよね。じゃあ、どっからどうやって行くんだっけ？入れる場所あったっけ？そう、鈴のトゥーじゃん。鈴のトゥーってどうやって入るの？ここ？どこのトゥー？ここのトゥー。
あ、ここの2。今あった？あ、ここの2。おう、ここ、ここ。おう。あ、え？あ、松葉を待つ、あ、待ってたんですか、松葉さん。僕は伝説のポケモンに選ばれなかった。でもそれで僕の未来が消えてなくなってるわけじゃない。新しい未来を見れるまで僕は修行続けるよ。どうだい？僕の修行に付き合ってみるかい？へーい！あ、やった、交換してくれた。火曜日の夜電話してくれれば僕はいつでも相手になろう。なんでだよ。明日つけねえぞ。明日やらねえよ、ポケモン。さあ来た、鈴の2。だぞ、鈴の2。鈴の2ってさ、野生ポケモン出たっけ？あんま覚えてないわ。あ、坊ちゃん。坊ちゃん聞いたよ。そうそうそう、それはよくぞ、見つけてなさった。さあ、ここおりなさい。あ、はい。虹羽ありますよ。ちゃんと2尾でもらいましたよ。それはちゃんと覚えてたから。野生出るか。とりあえず何が出るか、見ようか。でもさ、あれだよね。なんか今日結構ニックネームアンカーやってるから、そんな。あ、鈴の塔自体は、割と変わらない雰囲気。変わらなさそう。そう、ピッピだーって言ってたとき。なになになに？ブンブン言ってる。は？え？え？え、進めないんだけど。え、積んだ？え、積んだんだけど、ちょっと待って。え、積んだ？しかもなんかレベル低いからいいや、逃げよう。え、どっかにある？マジで？本当に？あった。そこだけ言ってなかった、マジか。ねえ、かか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 。まだつぼみの塔ともども五重の塔のモデルって聞いた。まあ、そうやんね。だって五重の塔ってどこにでもあるやん。あるよね。雨だ。ここ。あ、ミスった。わかんない、ミスったか。そう。なんかそのところどころにある五重の塔なんでしょう。この辺の五重の塔って。あります。バイ社会科教師。多分社会科教師じゃなくても、五重の塔がどこにでもあるのは知ってると思いますよ。ちょっと、ここは俺のターンだって今ちょっとコメントしてくれてありがたいんですけど、多分それぐらい多分大人だったら知ってるかなっていう。ちょっと辛辣で申し訳ないんで。生きり教師そこまでは言ってないけどさ。そこまでは言ってないけど。こうか、こうか。そんな、全力で社会の先生が来ると思わなかったので、ちょっと戸惑っちゃった。え、だ、どっち左？あ、上。先生元気出して。ごめんね。別に悪気はないんですけど。あまりにも全力で来られたからちょっとたじろいじゃん。授業中こんな感じなんやろな。なにこれ。あ、ブブブブブブ。あ、そんなんあったんですよ、やっぱ。あったね。先生、モッティが先生いじめてます。じゃあ、もう、先生、モッティ、そう、ごめんなさい。すいません。いじめてるわけじゃない。そうね。ちゃんと専門家の口から聞けるのは価値ある。その通りだわ。まさにその通りだったわ。
あ、あった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 。確かにな。あれだもんな。バラエティ番組とかでもさ、誰でも知ってるようなこと、ドヤ顔で、なんか東大教授とかが言って、へぇーみたいなのあるもんな。そういうやつよね。金の玉思うよね。テレビ番組のさ、よくあるじゃん。あーへぇーみたいな SE。あれね。あれ入れると、あれなんだって、継続視聴率が増えるんだって。なんか、ああいう SE を入れることによって、なんか、普通だったら5分ぐらいで見るのやめちゃうのが10分見てくれたりするんだってよ。そういう効果があるらしいわ、あの SE は。そう。へーとか。おーとか、どう考えてもそんなにそこにスタジオに人いねえだろみたいなの入ってるじゃん。マクタホティどうもこんばんは。テレビショッピングもそういうこと。そう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 。で、頻繁に出るでしょ。ヒルナンデスとか多分超入ってる。3秒に1回ぐらい入ってるから。へーへーへーって入ってるから。ヒルナンデスは。ヒルナンデスだからね。編集で入れてる。そう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 。の声も人がいつも同じ人。そう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 。わざとらしくてやだよな、あれ。わざとだもんね。あ、アイテムがある、ある、ある、ある。あ、で、ゴール来ちゃった。ジャパネットないよね。ジャパネットないよね。ジャパネット高田の社長あれなんでしょ？今サッカークラブ経営してるんでしょ？すごいよね。AD が入ってあげたタイミングで声上げるんやで。生放送の観覧番組とかはそうだよね。手回したら拍手みたいな。手上げたらとかおーとか言うみたいなね。そういうね、あるよね。前説でやるんだよね、そういうのね。あ、でかっ！でかっ。今来たオーディーどうもこんばんは。でかっ。もうちょっと近めに行けるか。よし、行くぜ。あ、ここまでいける。オッケー、よし。え、ムービーないんだ、ほう。そうなんだ。BGM、聞こう。そうなんだ、ムービーないんだね。いきまーす。はい。しょー!70!70! 一粒米ドラゴンダイブ。一粒米ドラゴンダイブ。で、赤。あ、クイボごめん。クイボ忘れた。すまん。すまん、クイボ忘れた。一粒米ドラゴンダイブ。一粒米ドラゴンダイブで赤ゲージだから。見ててみ。見ててみ。一粒米ドラゴンダイブだから。ちょうどいいと思うよ、これ多分。まあ、急所はね、急所はちょっとそれは考慮してないわ。それは考慮してないわ。それは俺のせいじゃないわ。それは俺のせいじゃないわ。違うわ。それは俺のせいじゃないわ。まあ、これ仕方ないね。これ仕方ないね。うん。これは違うわ。うん、これはね、これはちょっと、うん、悪かったですね。はい。あのね、LR スタートで、スタートリセって言うじゃん。できないんだよ、HGSS。DS のソフトだから。さあ、テイク2。クイボ投げるか。ちゃんとクイボ投げればね、いいと思うわ。クイボ投げましょう。クイボ法王とかいうさ、すげえ、いろんな人に罵倒されそうな、あれになっちゃうけどね。行きましょう。お座り一発よー。あ、LA にしてるとかだとダメなの？できるの？ DS だと。あ、まあまあまあ、こうなりますよね。見ててくださいよ。聖なるファイヤー。ちょっと、火傷はやめて。火傷やめて。火傷やめて。火傷やるとまた狂うから。火傷やるといろいろ狂うから。聖なるファイヤーやだ。よしよしよし。ちょっと、一枚しますね。星置き。で、龍米して。
ドラゴンダイブ当てたら、ちょうど赤ゲージだから見てて。まあ見てなって。まあ見てなって。これがレート2000税の力だってことをね、証明させますよ。あれれおいやー。おいやー。おいやー。あれあれ、まあ、とりあえず、まあ、電車ね。電車入れて。あれれあれちょっと強い。強い。やけど、死んだ。死んだ。あれおかしいなぁ。じゃあ、ヘラのその前に聖なるファイヤー、まあ、ヘラのインファですね。でちょうどぴったりでしょ。ちょうどぴったりぐらいです、これで。はい。ああ、まあまあね、うん、ちょうどでしょ、ちょうどでしょ。じゃあさ、問題はさ誰で受け切りゃいいんだって話なんだけど、これ。まあ。とりあえずさ、とりあえず聖なるファイヤー使い切らせないと話が始まらないよね。多分、海流がいいから。聖なるファイヤーきつない？よし。じゃあ、ダクボ投げまーす。30にあればいけるよね、きっと。ゲーム音入ってなくないか？入ってるよ。小さい。普通でしょ？もうこいつ経験値にしない？いや、もうゲットしようよ、せっかくだし。あれじゃない？おじいちゃんとかになると、高音が聞こえなくなるみたいな、そういうやつじゃない？普通にみんな聞こえてるよ。最後に使ったボール、ダクボ使える。もう A 連打でいいから、別に。全然 A 連打してるわ、A 連打で。あ、やけどした。モスキート音的な、そう、モスキート音的な何がしかなっていう。そういうのあるんじゃん。もしかしたらそれの可能性はビレゾンなんで、ちょっと、行った方がいい。耳鼻科に行った方がいいかもしれない。つまり持って持ちし、俺普通にだって聞こえてるもん。え、だそんなに？じゃこんぐらい？普通に聞こえるべ？え、なんかあんまり大きすぎてもさ、今度声がかき消されちゃうからさ、これぐらいでいいでしょみたいな。これだと大きい。大きい。あ、大きい。じゃ、さっきのに戻した。うん。こんなもんでしょ？一番最初の設定ぐらい。うん、当初のやつでしょ？収まりいいべ。こんなもんだよね。こんなもんですよ。まあ、名曲もね、聞き流しすぎると飽きが来ちゃいますからね。ほどほどでいいんですよ、ほどほどで。どうせまた大学生だろ。すーぐ自分の意見言いたがる。すーぐ自分の意見発表したがるから。すーぐパワポにまとめたがるから。大学生は。
大学の卒業研究とかを平然と自分が好きなアニメのことを語ったりすぐするから、すぐ最近のアニメ業界事情を卒論にまとめましたとか言い始めるから、ね、これで聖なるファイヤー5回目だよね多分。多分これで回復したら多分大丈夫かな、受け切れるかな。パワポむずい、むずくない、パワポ楽しくない、パワポ楽しくない、作るの俺すげえ好きだよ、パワポ超楽しいよね、掘り始めたら止まらないっていう。パワポすげえ好き。パワープロ、いや、パワープロも好きだけど、パワープロもすごい好きだけど、パワーポー好き。頭脳センスないから嫌い。頭脳センスって何？図作る。頭脳センスってわかんない。普通に図置いてたらダメなの。パワーポのアニメーションでヌルヌル動かすの楽しい。あのね、パワーポでね、アニメーション対応するやつはね、パワーポ下手なやつだから。これあの習ったから俺そうやっていや合ってんのか知らんけど、パワポでアニメーション対応するやつはパワポ、はい来たー、オッケー、本をゲットだぜ、ペーペカチュー、見にくいからね。そう、鳳凰、虹色ポケモン。体は七色に輝き、飛んだ後に虹ができると神話に残されているポケモン。しゃあ、あ、なんか色が違う。名前あんか。7007。今日結構サクサクだな。なんか、もしかしたらワンチャン、これミュウツーとかいっちゃうのありかもしれない。ホウホウになりました。はい、種族値が一気に半分以下になりましたね。終わり？今度終わり？なんもないのかここ。終わった。空飛べない、ちなみにこっから。あ、空飛べるやった。じゃあとりあえず適当に、まあ、そこでいいか。ジョ、エンジュで。コメビュー止まってた。はい。オッケー。次何行く？もうあと徘徊系しかいないでしょ、今行けるの。徘徊系とミュウツー。徘徊系とミュウツーか。アイテムある。あれだけど、いいえ、いいべ、いいべ、いいべ。これも完全に次回最終回の流れですね。はい、いけますよ。ほうほう、せーの、ドン。真面目、ゴミはい、ゴミはい、ゴミ真面目、ゴミはい、ゴミもう、この時点でゴミ。さあ、答えちゃん。ファイヤーさん、ファイヤーさんは、あの、レッドの直前にゲットして、レッド倒すから、一番最後。3、26、27、8、16、17、56、10、11。まあ、悪くないけどな。悪くないけどな。いや、悪くはないよ。悪くはないけどね。いやー、次どこだ？次誰行く？ミュウトゥー？ミュウトゥー行っちゃう？ミュウツー行っちゃう？御三家もらう？御三家もらう？ミュウトゥー行こうぜ、ミュウトゥー。ミュウトゥー行こう、ミュウトゥー。ちょ、もう ここで飛ぶわ。めんどくせえから。ミュウトゥー行こう、ミュウトゥー。エンテ一回合ってる。エンテ行く？エンテマジ？エンテやる？エンテ。徘徊系だるくない？え、だって徘徊系だるいから、いい。徘徊系パス。やだ、だるい。
歯掛けだるい。だってその眠りポケモン持ってないし、あの黒マナもないし、マスボ1個だけだし、うん。徘徊だるい。ラティが出てきたらラティにマスボぶん投げるわ。あ、てかボール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 、あ、てかボールそうだよな、ボールちょっと先に格好しよう。ボールがないべ、多分。マスボ誰に使うの？誰に使う？マスボ？動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。今年の日本ダービー、モッティの本命は、一番人気、ダノンプレミアム。そして対抗は、北のコマンドール、ステルビオ、生まれ流し、2点。買いに行けなかったんで、晒しました。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。